ジョン・ポール・ボンサーは、アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ、出身の元プロ野球選手。右打。ミファミリーネームの発音指示では、バンズ・アーと読むのが、より近い。2000年の MLB ドラフトで、サンフランシスコ・ジャイアンツから一巡目で指名され入団。2003年6月14日に、ジョー・ネイさんとフランシスコ・リリアーノと共に、 AJ ピアジンスキーと金銭によるトレードでミネソタツインズへ移籍。ツインズ時代2006年5月17日に不調のカイルローシュに代わりメジャー昇格を果たし、先発ローテーション入り。5月21日にメジャーデビューを果たし、9月に4勝1敗、防御率2.6330奪三振の成績で、月間最優秀新人に選出された。2007年は、 開幕から先発投手として起用されたが、ゲーム中盤に太りすぎによるスタミナ切れを起こし、8イニング以上を投げたことがなく、8勝12敗、防御率5.10の成績に終わった。シーズン終了後、ダイエットに取り組み体重を124キロから110キロまで減らした。2008年5月終了時点で2勝6敗、防御率5.97の成績で、 ロンガーデンハイヤー監督は6月からボンサーを先発からリリーフへ降格させ、その代わりを故障者リストから復帰するスコット・ベイカーとした。その後、トレードが噂されるようになり、シアトル・マリナーズからジャロッド・ウォッシュバーンとのトレードを打診されたが、ツインズは拒否している。2009年はセンス事件版の手術を行った。12月8日にディエフェとなり、 10日にクリス・プロビンスとのトレードで、ボストン・レッドソックスに移籍。2010年は、開幕から故障者リスト入りし、6月18日に、ディエフェとなり、28日に、マイナー契約を選択。7月31日にメジャーに復帰した。11月2日に、FA となり、12月7日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。2011年は、トリプル A でプレー。 12月28日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2013年6月27日に放出され、6月29日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだが、8月2日に放出された。8月11日、ルイス・ビスカイリノと共に統一セブンイレブン・ライオンズに入団した。2014年8月12日に解雇となり、 独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約。2015年1月4日に引退を表明。出生名はジョンポール・ボンサーであり、ブーフは幼少時代のあだ名だったが、後に戸籍上でもブーフ・ボンサーを本名としている。ありがとうございます。